ひとりぼっちにさせ、あの少し僕のせいなんだよな、ごめんね。だけど見るべき場にあるんだ、今こそ片付けるんだ、抱えないで信じて頼って欲しいんだ。今なんじゃない、メラメラと抱きる、こんな僕に潜む正義がどうしようもない、衝動に駆られてもらう手を握っている、ほどけない、そんなに荷物を背負い込んでどこへ行くの、ねえねえって僕にちょっと預けてみては、こんな僕も君のヒーローになりたいのさ。さて続いてなんですけれども、まあね、せっかくね茨城でライブしてるということで、茨城にゆかりのある曲、何か一曲やろうと思いまして、私ですね、あの保護猫ちゃんと一緒に暮らしておりまして、その保護猫ちゃんね、なんと茨城のね水戸で産み捨てられてた猫ちゃんと今一緒に暮らしてるんですね。すっごくすごく可愛くて好きすぎて、もう大好きすぎるんですけど、私猫アレルギーでね、あまりにも可愛すぎて、あのアレルギー性結膜炎に最近なっちゃって、ちょっとね目が痛い状態なんですけど、それぐらいね溺愛してる茨城出身の猫ちゃんの曲作りました。でね、いつもねこの曲すぐ曲に行くんですけど、せっかくならね、このかといくみのライブで皆さんにね、スキルアップ、偉そうだな、なんか皆さんね脳トレしていきたいなと思って、いつもねさらっとやってるんですけど、今日は振り付け講座ちょっとやりたいと思います。右から左、めめしくてって曲知ってますか？愛されたいねってやつあるでしょ。それと同じ要領で小指親指だけ立てて、右から引っ張る感じ、1、2、1、2、2、1、1、2、2なんだけど、これで、ね、ダンス苦手ない人本当にできないんだって、私はちょっとよくわからないんですけど、食べちゃってもいいですか、ダーリンもっちにファンキーベイベー、右から1、1、2、2、1、1、2、2、反対向くと1、1、2、2、1、1、2、2、できそうできそう。これね、あるあるでね、私反対の動き本番で皆さんとしますので、他行くよ、こっちから、できるかな、ちょっとみんなの動きに合わせてやってみるね。食べちゃってもいいですか、ダーリンもっちにファンキーベイベーしたら、2回、ビビリでも遅いな、ビビリでも遅いな、好奇心バンだ、2回、指差し、バン、よし、私が混乱してきた、教えなきゃいけないんだ、今の私が、もう一回行きます、みんなこっちからだよね、みんなこっちから、私はじゃあこっちから、どういうこと、じゃあこっちからか、もう一回、せーの、食べちゃってもいいですか、ダーリンもっちにファンキーベイベー、こっちだっけ、まあ適当でもいいんですけど、ビビリでも遅いな、好奇心もっかい、食べちゃってもいいですか、ダーリンもっちにライスベイベー、抜け毛ひどいけど、I love you バン、大大好き、大大大好き、大大好き、大大好き、ふぅ、よし、もう、すみません、それではお聞きください、ビクラブ
Thank you.
ジェリー、僕アカペラでいきます。弾けてもっと甘く熟して前出します。どこまでも私を愛して、右からチェリーチェリーボン。もう一回弾けてもっと甘く熟して、でほっぺにあちゅくちゅく、右左チェリーチェリーボン。お聴きください、チェリーボム。ありがとうございました。またいくな。この後はじゃあ真ん中のフレンチブルドッグちゃんのひまわりがあっちで、ね、特典会させていただきます。